はい、第63回あずま焼き物広場テレビジョン、ここから声が出てしまいました。始めたいと思います。今日はですね、京都から株式会社ひなやの伊豆倉直人さんをお迎えして放送しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私にとってね、こう待ちに待った放送なんですけども、ありがとうございます。ひなやさんとの僕の出会いは、確か、若手経営者の会かなんかで、そうですね、 KDC プランニングの石崎さんの主催されてる若手経営者の会で、はい、今年ですね、あれね、僕1回目はちょっと参加できなかったので、そうですね、2回目ぐらい、2回目に参加させていただいた時に、はい、その時に確かディレクターも一緒にね、はい、お会いしてるので、今日はね、知った顔 で、 そうです、ね、やっていきたいと思いますので、リラックスさせていただいて、はい、よろしくお願いします。リラックスしすぎないようにちょっと注意して、もう早速 KDC さん入っていらっしゃいますけども、祝ということで ね、 ありがとうございます。いつもはね、こんな早く見てくれないんですけど ね、 こうやっていじめる、お忙しいですからね、石崎さんはね、なんか日本一忙しい、超売れっ子 で、 売れっ子で、はい、まあ、困っちゃうと思うんですけども、ね、それでは、早速ですけども、はい、ひなやさんに自己紹介をしていただくということで、はい、まずひなやさんの紹介と、まあ、その他にもね、今展開していらっしゃるようなこととかも教えていただきたいと思います。はい、ですね、株式会社ひなやの伊豆倉直人と申します。京都から来ました。ひなやはですね、京都の和装の帯地メーカーをしておりまして、うん、私で、ちょうど3代目になります。はいはいはい、はい、じゃあ僕も3代目ですね。その話をさっきさせていただいて、ね、うん、はい、同じ3代目同士で、大体3代目がちょっとやばいって言われてますね。やばいですね、言われてますね。はい、注意しましょう。僕はダメですけど、はい、こっちは大丈夫ですか。いやいやいや、いつもちょっと注意しないと。はい、ね、で、まあ、ちょっとすみません、話が枠にそれましたけれども、はい、大体その、祖父が創業で、うん、まあ、3代目で、大体創業80年弱というところで、はい、はい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 、でずっと今に至るまでその帯地を製造してるんですけど、はい、大体その2代目の父の代の時からその広幅の生地なんかにもチャレンジをしまして、自社のテキスタイルでインテリアとか洋装なんかも作るようになって、あ、それは2代目ぐらいから、そうですね、はい、25年ぐらい前からですかね。はい、で、あの、今現在はそのもともとのその和装と、はい、今副地を用いての洋装と、まあ、その両方を展開をしております。展開した、はい、で、我々のまあ業界の方の人間からね、あの、ひなやさんって聞くと、やはりあの帯っていうのが非常に強くイメージがあるんですよ。はい、もうひなやの帯といえば、まあ、あの組紐の帯って思うんですけども、はい、実際ひなやさんは、まあ、京都の西陣ということなんですけども、帯なんか自社で織られていますか、やっぱり。そうですね、あの、はい、基本全部あの自社の工場で売ってますね。はい、そういうことなんですね。はい、たまにね、よくね、そのメーカーですけども、こういろんなとこと組み合わせて、ものづくりを提案して、織元さんに織ってもらってるとこもあるんですけども、ひなやさんはもうほぼ 100% 独自、はい、そこはそう、自社工場で織るということがもうずっと先代の時からの、はい、そうですか、ずっとこう、はい、ね、あの、そういう形でやってます。はいはい、で、じゃあそのテキスタイルのその今他の広幅のものもっておっしゃったんですけども、はいはい、そちらの方の展開というのは今どういう工場とかは、はい、ずっとつい最近までは烏丸の、はい、上京区にあります工場で、はい、テキスタイルも広幅も売ってたんですけど、はい、まあ、直近に宮津の方の工場に全部集約しまして、はい、で、はい、あの、今はその宮津の方にある自社工場で、そっちの方もやってると、はいはい、で、あの、インテリアとかそういう関係の、商材もやってると。さっきちょっとインテリアって言いましたけど、はい、当初はちょっとインテリアも始めたんですけど、はい、もう今現在はもうほとんど副地で、もう副地といってもその副地で販売するのもほとんどなくて、自分たちで作った副地用の生地を自分たちで洋服に仕立てて洋服として販売するっていうことで、もう完全に、自社で一貫して、はい、まあ、最後までやってるっていうことですね。はい、ありがとうございます。で、あとですね、今ね、ある程度なひなやさんのこの展開を分かったんですけど、皆さんが実際に、今僕はね、ひなやといえば帯って言いましたけども、おそらく見てらっしゃる方で、まあ、よっぽど着物が好きな方じゃないと、帯、ひなやの帯ってどんなものなのか、組紐って言ったけど何なのかっていうので、今日はちょっと持ってきていただいて、はい、まずひなやさんルーツじゃないですけども、もともと帯地のね、メーカーさんなんで、はい、はい、こちらでございます。まあ、ちょっと今日さっき柴川さんからも言われて、はいはい、意外とちょっとあのベーシックなの持ってこられましたねって言われましたけど、はい、まあ、ベーシックですね。ちょっと手待ちに行きましょうか。はい、どうぞ。はい、いいですよ。はい、
これが特徴としては、はい、組帯って言いまして、はい、これがひなやの長年の看板商品なんですけど、はい、組帯、はい、ご覧いただいて分かりますように、はい、こう全部こう斜めに折ってるんですよね。そうですよね。あの着物地というと結構平織りっていうのが基本なんですけども、ね、こちらはどちらかというとこう斜めに繊維が走ってます、ね、組織は平織りなんですけど、はい、こう初めからこうバイアスに組んでいってる、はいはいはい、糸をこう通常織物っていうと縦糸があって横糸があってっていう、はいはい、こう縦横で折っていくんですけど、はいはい、これは縦糸同士をこう斜めに交差をして、はい、斜めにこう組んでいくっていう、はい、斜めに組んでいくってことですね、はい、ということはもう分かりやすく言ってしまうと、まあ、僕なんかひなやさんの帯をお客さんにちょっと説明したこともあるんですけども、要はね帯締めとかに使われている技法みたいな感じの、帯ですよっていうふうに、そうですね、勝手な見解で言ってる、おっしゃる通りで、はい、組紐をこう帯にしたようなもの、そうですね、まあ、帯で先ほど僕も、お聞きしたんですけども、これをどうやって折っているのかが私の中で頭の中に描けないんですよ。機械折りでこうよく帯がこういう帯地がこうやって打たれている感じが、はいはいはい、これ斜めになっているのに機械でこう折れないですよね、うん、そうですね、まあ、あの不可能ではないですけど、特殊な感じですね、機械ではちょっと折らないですね。あの全部こう人の手でこう、はい、縦糸もこう成形ってこう、はい、固定する形ではなくて、そうですよね、あの1コマずつコマを片側に80コマずつ、うん、合計160コマぐらい用意して、はい、それをこう、はい、順番に交差していくっていう、要はもう本当に、はい、あの帯締めでこういう丸いね、はい、そうですね、やつでこうやってるの、 その原理ですね。ディレクターさん分かります、言ってる意味。はい、分かりますよ。分かりますか、本当ですか。言ってる内容分かりますけどもね、全く想像できないですね。あ、折り方がね、こうまっすぐ、でもあの紐はついてる、さっき言ったら80個のものを組み、こう組んでいくっていう組紐、ね、そうですね、あの80個ずつ両側にあって、はい、こうそれを順番にこう交差させていくってことですね。順繰り順繰りに交差させていくと、1から80番、三つ編みの80個番ってことですね。まあまあまあ、そんなイメージですね。そんなイメージですね、はいはい、それでどんどん組み上がっていくという、はい、この80コマって今おっしゃったんですけども、まあこんな話長くちゃいけませんけども、でもまあ興味のある人もいらっしゃると思うんで、この帯幅に、だいたいじゃあ今80っていうのはどういう単位なんですかね。あの横糸のその例えば横た縦横で一つのコマに巻く糸の、はい、まあ、本数というか、まあ、糸の肉厚と、はい、やっぱりその80本というそのもの、はい、まあ、要するに、肉厚とコマ数のバランスでこの幅を出していくという感じですよね、はい、なので当然一つのコマに巻く糸数を減らすとコマはもう少し増やさないという、そうですね、この幅が狭くなってしまいますね。もっとこう、はい、たくさん太く巻けば、まあ、80コマもなくしてこの幅が出るという、はい、ことになってきますね。ちょっとだから従来の、我々の考えている 縦本数1100本とか1200本とか、横糸の太さがどんだけだというのと少し考え方がちょっと変わるというか、そうですね、まあ、ただその肉厚というか風合いを出すという原理では同じですけども、ね、はいはい、まあ、その糸の太さと、はい、打ち込みの強さで、はい、こう力加減と、とまあ、その打ち込みのその、はいはい、まあ、いわゆるこう、はい、寸間あたりの込み数というところで、はい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 、今ね、組帯大好きっていう方とですね、百貨店の実演で拝見したら、組紐のような台でしたと。あ、実演で見られた方がいらっしゃる。あ、そうですか。これうちのひなやさんですかね。あれですかね。ひなやさんですかね。ひなやさんやられてる。組帯、どっかで組紐を見られたんじゃないですか、ね。ああ、そうかね。組紐の話からの話かもしれませんね。はいはい。なんか木田れくんが。組帯大好きは写真入りで。はい、やってくださってます、ね。あ、違います、ね、あれはアイコンですか、はい、あのこちらのあれなんです。で、木田折れトミーくんですね、はいはいはい、ものすごく簡単に言えばミサンガみたいなことを言ってますけど、あ、なるほどなるほど、ミサンガもこ う, そうです、ね、あやみたいに折ってありますからね、まあ、こう斜めにこう、うん、例えばこの組織することによって、はい、じゃあ何がいいんだっていうのを、まあ、先ほども私はまあ分かってるんですけども、うん、どうなんですかね、このもともとひなやさんがこの組紐を帯にしたっていうのは、うん、どういうメリットがあると思ってっていうかですね、やっぱりこうバイアスに組んでいくことによって、はい、その
まあ、伸縮性があって、はいはいはい、非常にこう締めやすいというか、はいはい、締め心地がいいというか、はいはい、で実際こう帯を締めていただいてもこういわゆるこう緩みにくいとか、そういうことですよね、まあ、そういうところで定評をいただいてますね。昔からですね、うちの母の代からこれよくうちは使ってたんですけども、はい、やっぱり締めやすいという方が多くて、はい、あと、シワになりにくいと、うん、これは組織によってやっぱりバイアスに組んであるので、こう巻いた時に変なシワにならないとか、はいはい、適度な伸び感があるというか、はい、伸縮性があって締めて、締めても緩みにくいっていう話があるので、またこれはこれでね、皆さん今日は違う話をしますけど、もともとはね、ひな屋さんっていうとこの組紐の帯っていうのがかなりあって、はい、今でも当然のようにね、まあ、メインというかこれもね、そうですね、まあ、ずっと続けて 大切にしていきたいですね。はい、そういうことですね、はい、ありがとうございます。こちらがひな屋さんの帯でございます。あ、落ちましたけどね、はい、こういう感じの、こんな感じですね。これディレクターさん面白いですね。昔からある柄なんですかね。もう本当これはもう、そうですね、昔からもうやっぱり柄は平織りなんで、もう非常にシンプルな、はい、あ、今ちょうどディレクターさんが出してますけど、すごく細かい柄をね、今ディレクターさん出しますけども、あ、それですね、はい、それがですね、こちらはね、はい、こちらは、はい、今あれが画面に映ってるんですか。映ってます、はい、出ます、はい。これはね、唐組と言いまして、はい、まあ、これも帯締めにもあるんですけど、そうですね、この組み方、ね、同じようにこう駒でこう糸を組んでいくという、どうなってるんですかねこれこれ複雑ですね。そうですね、まあ、これはこう、はい、いわゆるこう、まあ、ひし形っていうか、こういう楕円状になる、一つの楕円状になってますね、こう糸をこう組んでいくわけですね、こうきちっと。これはこれと同じようなのが反対側にもこうあるんですか。あ、裏ってことですね。これと同じようなやつっていうのはその裏面というか、裏面というんですか。裏面もそうですね、同じように、もう基本的にこれは裏表は同じような、裏表はないという組織になります、ね、わかります、意味が。いわゆる多分ディレクターさんが今言ってるのは、はい、博多とか西井の袋がこう、はいはいはい、袋状になってるのかっていうこと。これはもう組織的にはもう本当にもう縦糸と横糸が、まあ縦糸っていうか、まあこれは縦糸同士ですけど、こう順番に交差してるっていう形なので、それだけで袋状にはなってないってことですね。袋状。ね、これが裏地が普通つけて、袋帯とかになるとこう裏地がつくじゃないですか。あ、今 この写真は、うん、帯に仕立てるのでその裏地をつけてますけど、はい、通常折るときはそのここ袋状ではない、1枚で折ります。でそれに袋帯だったら裏地をつけるわけですもんね。裏地にもちょっと組むときは、はい、組むときはこのままで、はいはい、で裏地を例えばつけるときにやっぱりひな屋さんの裏地はちょっとこだわってるところあるんですか。やっぱり表が組なので、はい、そうですね、まあ、はい、特にこれの場合は、はい、今ちらっと覗いてますけど、はい、裏打ちって言いまして、まあ、こう組織で、うん、まあ、その穴が開いてしまっているので、まあ、穴が開いているので、はい、まあ、そこをきちっとこうケアするために、はい、ラの生地を使って裏打ちをして、はい、要は裏打ちっていうのは、裏地との間にこう一枚かませて、きちっと、そうですね、表地にこう添えるという意味での裏打ちをして、うう、ね、はい、よく総絞りとかの着物とか仕立て合わせに仕立てる時に裏打ちをするっていう感じでそぐわせるようにやるんですね。はい、はい、なんか帯の話するだけで1時間かかっちゃいそうなんでやめますけども、でも本当このような素晴らしい帯をね作っていらっしゃるメーカーさんが、今日はですね、実は、まあ、ここの後ろにもあるし、私も今日は着させてもらったりとか、はい、ありがとうございます。伊豆川さんのこの格好を皆さん見ていただければわかると思うんですけども、着物ですかっていう。で、そうですね。僕は着物っぽく見えますけども、うん、でもこれはね、今日すごくお話をこの先していきたいと思うんですけども、今日来ていただいたその一つの、まあ私がひな屋さんとおしゃべりさせてもらって非常に共感した部分もあって、今日のサブタイトルにもなってます、ね、着物をワードローブの一部にするというところで、はい、今ひな屋さんがこう、この帯は帯でずっとやっていくよと言ってるんですけど、一つ稲谷さんが今立ち上げてらっしゃる新しいこのブランド、はい、満たす、これはこれプラスと呼べば良いんですか。そうですね、これ、はい、まあ、満たすというのは副地を仕立てて作る、はい、まあ、普段着仕様で着ていただきたい着物なんですけど、
こういうのも一つ今こう自分のところの、ねはい、ブランドの一つとして提案していこうじゃないかと、はい、でこれをなぜこの帯メーカーのひな屋さんが、今のね皆さんにこう伝えていきたいのかというところをちょっと掘り下げていきたいと思うんですよ、はいはいはい、でまず一つにお話の中で我々のこうお話の中で出てきたのがルーツっていうのがあって、ルーツはね普段着としての小袖という話があったんですけど、この小袖っていうのは、まあ、僕は多少知ってるんですけど、皆さんに説明するとどんな感じになるんですかね。まあ一言で言うと着物の原型みたいな感じなんですかね、うんうん、まあ今日ちょっとご視聴の方はもっとその詳しい方たくさんいらっしゃると思うんですけど、あ、はいはい、まあ僕はそのいわゆる研究家ではないので、まあ、僕の認識してる範囲でお話しさせていただきますけど、はいはい、まあ、今の現代の着物の非常にまあそのルーツというか、まあ、原型になっているのが小袖だと思っていて、はい、でまあ当然のことなんですけど、はい、明治維新の前江戸時代なんかはもう日本人の衣服っていうのは、はい、まあ、今でいうところの着物、はい、まあ、和装が、まあ、それがもう普段着でもあり、はい、まあ、もう日常の衣服であったわけですけど、はい、まあこの満たすというその副字を使った仕立て上がりの着物を作るときに、はい、まあ、今日のサブタイトルにもつけていただいてますけど、まあ、着物を、まあ、現代のワードローブに、まあ、要はそうですね、昔のものね、昔あった当たり前のような生活のスタイルの一部に入れてまいりたいっていうのもあるんですね。そうなんですよ。ね、そういう形で、まあ、現代のワードローブとして着物を考えて提案しようっていうか作ろうって思ったときに、はい、まあ、そもそも昔着物がもうごく当たり前に日常であった時に、まあどういうふうに着られてたのかっていうのを、まあ自分なりにというか自分たちなりにそう調べてみて、でまあその着物のルーツである小袖で、でまあそれがこう江戸時代なんかにどんなふうに着られてたのかななんていうのをまあ資料とか本で読んだりとか、まあ写真浮世絵なんかを見たりとかして、まあその着方のルーツなんかをこう辿っていて、で、まあ、その今回その満たすというのは、うん、仕立て上がりでついたけで作ってるんですけど、はい、このついたけっていうのがね、うん、ね、ついたけっていうのは皆さん分かってると思います。例えば男の着物がねついたけって言われてるんですけど、はい、今で言うと要は、そのままおはしょりをしなくて着る着物のことですよね、簡単に言うとね、はい、でこれが実は昔の小袖って言われているような着物たちは、いわゆるついたけでそのまま着ていたと、それは男女関係なくっていう、はい、まあ普段着だったらそういう風でしたよっていうのが昔あったんですよね。それがまあなぜ今現代がこう和処理をきちっと取って女性、特に女性はねきちっと着るようになったかというとは、実は最近のことなんですよね。そうですね、ずっとまあ調べていったら、はい、その当初その江戸時代初期にその着物という小袖というのはついたけ で、はい、うん、で帯なんかもどうやらそのもう本当にもう紐で留めたりとか、ね、はい、まあその今こう使われているの帯よりももっとこう細くて、まあ柔らかいものなんかでこう留めたりしてたらしいんですけど、はいはい、まあ、江戸時代もこうどん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 中期から後期と進んでいくに従って、はい、小袖がすごく長くなっていったそうなんですね、はい、まず袖が長くなった、ね、今のこう振り袖のこう、はい、原型のような形で振りが袖がどんどん長くなっていって、うん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 、でそれとバランスを取るためにこう着丈なんかもどん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 こう長くなっていって、うんうんうん、で引きずるような、そう室内ではこうずる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 引きずるような形で着てらっしゃったらしいんですけど、はいはい、まあ当然室内でそうやって引きずって歩いててもこう外に出て歩くときにこうそれをこう、まあ、はしょらないといけないというところで、はい、でこう室内歩くときにこうそれをはしょって、はい、まあ、しごきみたいなもので止めて、で歩いていかれたみたいなところで、うん、はい、まあ、なんかこうそれが現代のおはしょりのこう原点になってるというふうに聞いたんですけど、はい、はい、その通りだと思います、まあ、なのでその、うん、そもそも着物っていうのは江戸時代に入ってすごい華美なっていうか装飾的な方向で、はい、まあ、要は時代が平和になってしまったっていうのがあるんですよね、逆に言うとね。そうですね、うん、そうですね、その当然こう戦乱という時代の中ではおそらく小袖が生まれたのはもう本当に皆さんね活発に動いていらっしゃって、そういう中で生まれてきたと、うん、でまあ江戸時代になって特に着物の絹の着物なんかいい着物を着る人たちにとってはそんなにこう慌てず必要がないと、でそういう華美な方向に多分自分の身分を、まあよくこのテレビジョンでもよく喋るんですけど、式服と、普段着は僕は違うと思いますよっていつもみんな言ってるんですけど、もうそんな感じなんですよね、ちょっとこうランクが違ってるっていうか、
その時代の背景によって変わってきた。そう、まあ多分その時代の中でのこう社会情勢とかそういうのが色濃く反映されると思うんですけど。はい、そうですよね。まあ、江戸のね、戦国時代から江戸初期っていうのはまだ時代が動乱の時期 で、はい、で江戸の時代が進んでいくに従ってすごいこう時代が平和が続いていって、まあ、その中でこうどん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 こう服飾を、うんうんうん、まあ、ファッション着物をこうの着方を楽しむみたいな、はい、その、まあ、ある種こう贅沢な方向に、はい、まあ、行っていた時期があって、はい、まあ、その中でこうその着物のこうスタイルっていうか様式をこう非常にこう華美な方向に持っていくっていうか着方をこうすごくこうそういう形に持っていくっていう流れだったと思うんですけど、まあ、いわゆるこうなんか昔は衣食住っていうぐらい衣が一番上だって、やっぱり自分の権威だとか象徴っていうところでそういう着るものが日本人の中でね、はい、発達していったっていうのをよく聞いたことあるんですけども、はい、ただこれがまあ本当にじゃあ一般的な一番下まで降りた時にね、それが本当に生活でできるのかって言ったらそうでもないと思うんですよね。今日なんかいろいろね持ってきていらっしゃったって言って、はい、例えば分かりやすいっていうね、その漫画とかね、昔のこのこういう、そうですね、まあ今ちょっとずっと口でお話をしてましたけど、はいはい、そうですね、まさしくこれがまあ、さっきちょっといろいろ昔はどんな風に着物を着てたのかななんていうのをこう、はい、見るときに見てた瞬間、昔の絵ですね。そうですね、浮世絵で、これ長いですね、これを見るとね、まだね、はい、おはしょりの感じが見えてます。そうですね、もう今のその着方と違っておはしょりがもう全然こう、はい、こうなんて言いますかね、こうすごいこう、はい、ダブッとしてるっていうか、そうですね、ただ本当に外に出るためだけにはしょったっていう感じですよね。かなりこうボリュームのあるもの で、ね、昔は帯なんかもね、今でこそ帯は後ろで結んでましたけど、はい、昔はこう前で結んだり横で結んだりもしていたっていうような、でも見ていただいても帯の幅もそうですけど、はい、こう結び方祝い方なんかも随分こう様々ですよね。そうですね、うん、まあ、これは本当にファッションの一部だとね、本当に頃ですよね。非常にいろんな柄があったりとかして、まあ、おそらくこれって今でいうところのこう美しい着物みたいな感じかな、まあというかファッション誌みたいなところだと思うんで、そうですね、まあ、ある種その時代の中でのこう特別な着方、はい、装いだったのかもしれませんけど、はい、で、まあ、小袖と言われているようなその普段着っぽいところは出てくるかなっていうところがありますよね。いや、まあ、おそらくその、うん、いわゆるこう町人の人たちが普通に街で着てたようなのっていうのはこういう浮世絵の中には出てこないと思うんですけど、浮世絵の中にはね、うん、でももともとでもそういう今お話の中での話がこう出てきまして、はい、そうですね、まあ、絵として見れば分かりやすいですよね、うん、はい、ありがとうございます。こっちと、まあね、その他にも他にもいろいろと、あってですね、あ、今並走が止まってますかね、止まってますかね、大丈夫ですか、はい、ちょっとここだけが止まってたみたいですけども、じゃあその今三田に戻って、はい、そういう昔のそのいろいろ掘っていったらこう結構そのもっと楽にラフにしていた時代があって、で今の現代もどちらかというと、まあ、洋服文化が入ってきて、まあ、着物はいわゆる皆さんから思うと動きにくい着にくい、着付けを習わないと着れないとかいう話がすごく今あるじゃないですか。まずそこの、まあ、着物の 3K って言われているんですけど、はい、そういう部分を、まあ、満たすとして、平谷さんとして、まあ、ちょっとこうそれだけが全てじゃないだろうというところで、うん、ちょっとこうもうちょっとね楽に着れるようなっていうところの提案なんですかね、そういうところでは。うん、まあその、はい、普段着に、まあ、自分自身がそのね着物を普段着としてどういうふうに着たいかっていうのもすごく、はい、はいはいはい、まあ、この満たすの商品開発の原点にはあって、その、まあ、楽に着たい、手軽に着たいっていうこともありますし、うん、そのまあ、ファッションとしてっていうか着るものとしてこう楽しく着たいっていうか、取り入れてコーディネートなんかもこう自分なりに楽しみながら着たい
きっとそれは僕だけではなくて、はい、周りの人からもそういう意見なんかもあったし、いろんなこう方々とお話をしてても、うんうん、特にこう、ね、柴川さんもそうですけど、巻物のお仕事されてる方なんかとお話しても、皆さん結構そういうご意見なんかもたくさんあって、はい、本当正直ね、今日着させてもらってるんですけど、本当洋服感覚で着れるなと思ってるんです、うん、で僕も最近木綿の着物をかなり扱うようになって、この5年ぐらいで、お客様がいろいろいらっしゃるときに、まあ結構お客様が初めのうちは、私は何色系は合わないっていうのがかなり大きな頭があって、着物に対してですよ。でも洋服に対してはある程度好きな色は固まってくるんですけども、そんなことあんまりないじゃないですか。で僕はもう、いや、この着物はもう普段着として着てもらいたいので、どっちかといえばご自身を信じて選んでもらってもいいと思いますよと言っちゃうんですね、逆に、うんうん、そうするとお客さんも、え、着物っていいんですか、そんな選び方でっておっしゃるんですけど、いや、僕は自分が着てて、そんなん人に勧められてね、こう選ぶんじゃなくって、あ、これいいなみたいな感じで選んでもらいたいっていうのがあって、うん、実際その今のお話聞くと、あ、そういう感覚なんだなっていうのはわかるんですけど、いかがですかね、そういう辺では。そうですね、まあ本当に着物っていうのはまあ、そのきちっとしたね、フォーマルな着方、うん、巻き付けのこう、はいはい、基本っていうのはあると思うんですけど、はい、まあ、一方ですごいこう裁断も直線ですし、うんうん、まあ、シルエットも、まあ、こういう形でこう形は決まってる、ね、みたいな感じありますよね。そうですね、まあ、ただこうシルエットもこういう直線的なシルエットなので、まあ、その着方をもっともっとこういろいろこうアレンジするっていうことも片一方では可能だと思っていて、うんうんうん、そうですね、今先ほどのね写真の受け入れの中でも今とはちょっと違う着方してますよね。そうなんですよ、もう少し楽に、色柄とか、まあ、そういう、はい、そういう組み合わせだけではなくて、こういろいろこうそのシルエットとかスタイリングのアレンジっていうのももっともっとこう幅のある楽しみ方ができると思っていて、うん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 、確かに、まあ、副業を使うとそのあたりもこう可能になってくるんじゃないかなとか、そういうこうコーディネートをこう楽しむ上で、こう、はいはい、いわゆるこう着物のアイテム、うん、和装のアイテム以外のこう洋服のこうアイテムなんかとのコーディネートなんかもこう自由にできるようになってくるんじゃないかなとか、はいはい、まあ、そういうとこからこう楽しみ方のこう広がりが生まれるんじゃないかなっていうのはすごく、もうその辺はね、ちょっと今ディレクターさんが多分こう写真で、満たすのね、まあ、コンセプト映像みたいなのが今ちょうど用意されてるというね、どんどん出していただければ結構だと思うんですけど、はい、まあ女性が今ねシャツ地着物の感じのものが出てくると思うんですけども、あ、出てきました、はい、今こういうふうにね出てらっしゃるんですけども、こうなんていうんですかね、当然まあ着物っていう感じには分かるんですけども、少しこういわゆる肩のラインとか、まあいわゆるラインですね、体のラインがこの洋服地で、今までいわゆる着物地で言われているところの違いっていうのは、はい、こう体のラインがスッと出てる感じがしますよね。うん、僕の言い方で言ってますね、はいはい、でどっちかというと着物地だとこうちょっとこう張りがあったりとかして、まあ、着物の本来その持つべきこう地の力というかっていうのが大きかったんですけど、今は自分のシルエットが結構出てる感じがするんですけど、そのあたりもちょっとね、シャツ地の、そうですね、というか今のそのスタイリングっていうか、まあ、はい、着方モデルさんに来ていただいてる着方っていうのは、まあ、比較的こうオーソドックスな着方で、はい、まあ、ちょっとその、はい、まあ、ちょっとそのストールなんかをこう半幅にこう絡めてストールだねということでこう遊びを出してるっていう感じなんですけど、はい、まあ、確かにその柴川さんおっしゃるようにその気弱と、はい、この副地では、はい、こう全然その同じこう直線の裁断で同じこうシルエットでも落ち感が全然違ってきますよ ね、 そうですね、で特にこれはすごくこう薄いこう割とこう夏用のシャツ、夏場に着るようなこうシャツ地を使っているので、はいはい、まあ、特にこうそういう従来のこう綿の着物とも違う落ち感というかシルエット感が出ると思います、はいはいはい、そうですね、他に男性用もあるんですね。男性もこうやって、まあ、今ちょうど、本人さんが着てらっしゃるのが、そうなんですね、シャツ地の。そうですね。はい、生地で、本当に柔らかいような生地で着てらっしゃるんですけど、まあ、こんな感じで今、男性の感じも見てます。そうですね。これは今僕が着てるのはこれシャンブレーですけど、はい、
今このモデルの子が来てくれてるのは、はい、これはオックスフォードの生地で、はいはい、まあ、よくボタンダウンシャツなんかに使われてるような生地なんですけど、うんうんうん、まあこの辺ね、先ほど、まあ、ディレクターとも喋ってたんですけど、あなたどう思う、このね、逆にこのシャツ地の着物なんかね、なんかシルエットはシルエットっていうんですか、あの布感が洋服なんですね、うん、やっぱり、うんうん、布感がいいじゃん、布感がそうですね、そこはすごく、はい、僕たちは意識したことで、はい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 、まあ、さっきちょっと途中になりましたけど、はい、そのまあ、洋服とのコーディネートっていう意味でもこう素材感が非常にこう、まあ、マッチしてくるっていうか、はいはいはい、素材感がね、それも狙いが、ね、そうですね、そこにあると、はい、持ち感とかそのさばきっていうのはまた気弱地のようなことではないんですけど、まあ、逆にこうそのなんて言いますかね、こう見え方っていうか、こう素材感質感みたいなものが非常にこうまた独特のものがあるというふうに思っております。ですね、これはね、でも今日3代目来てますけども、はい、やっぱ着物じゃないんですね、うん、多分この、まあ、着物、ね、着物形は着物なんですけど、はい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 、着物なんですけど、その布感が違うから垂れ感っていうんですか、うん、持ち感というかシルエット感ですね。今まで僕が着物がこれ今まで見てきた中ではないこうシルエットに、うん、着るとね、うん、着るとこう今までないシルエットになってるんですね、うん、それはいい意味で言ってるの？どっちの意味だと思う？自分の中の頭の中に描いてる着物っていう姿と、いや、新しい分野なんで着てみないとわからないっていう感じですね、はい、ただこっちの方が多分、はい、着なすいというか着慣れてるんだろうなっていう、多分僕着物を着るときは着物を着るぞと、はいはいはい、ほら着てやるぞと、ちょっと一つ思ってね、っていうこうなんていうんですか、戦闘態勢的なね雰囲気を持って着ることが多いんですけども、着る回数も少ないんで、だからこれの方がいつものこう寝るシャツだったり、ちょっとねマイクが下、うん、シャツだったりっていうものに近い素材なんで、うん、これは着やすいんじゃないかなっていうイメージはありますね、うん、自分の中で入りやすいんじゃないかなっていうことですね、ね、そのまさにその着物という部分の話ですけど、うんうん、このミタスに関してはその従来の着物っていうよりも そもそも着物って着るものですし、はいはいはい、僕はよくここで言ってることですね、ね、はい、今でこそこう着物っていうのはこう和服のことを言いますけど、ね、オンライン的に言えば洋服も着物だし、うん、着物も着るもの、全てこう着るものだと思うんですよね、うん、ということは伊塚さんの中では、ね、こう並列に考えてみようよと、着るものとして、とそうですね、まあ、並列というか、うん、まあその一つとして和服も着るものだし、はい、まあ、洋服ももちろん着るものだし、はいはい、まあ、で今のこの現代生活の中で、はい、その和服を日常的に着るものとして捉えた場合に、はいはいはい、まあ、どういうものだったら日常的に着るだろう、はい、着れるだろうっていうところをやっぱり強くというか、まあ、コンセプト考えて、まあ、それがミタスの開発のコンセプトですね、はいはい、まあ、今 KGC さんがね、ミタスは仕立て上がりということですが、オーダーメイドもできるんですかと言われてますけど、まさしく今ね、私とね、そうなんですよね、その話もできたらいいねっていう話をしてるんですけども、はい、まあ、その話もね、当然あると思うんですけども、ただやっぱりこういう、まあ、話の中で、こう着方によってこんだけ同じ、まあ、満たすブランドのシャツでもこんだけ違うんですね。わかりますね。僕はどっちかというとちゃんと半襟をつけて、まあ、ちょっと立つとこうちゃんと加工日みたいなしてやってるんですけども、着物のスタイルに沿った着方をしている、ね、はい、で伊塚さんは対照的にちょっと軽く中腰ぐらいになってもらうと、そうですね、今日が寄ってますけどね、まあそれはそれでいいよ、良いんですけどね、こう T シャツを着て、ショールかなんかですか、ね、そうなんですよ、これはショールで、ストールで、さっきちょっと本番前に巻いたんですけど、はい、下は T シャツで、T シャツでこのように、まあ、ちょっと前が開いてもね、まあこう結構前はこうザクッと上げてもいいかなっていう、逆にね、ザクッとね、こう、はい、この僕のやつでそういう着方をするとかって半地盤がこう見えてしまうんですけど、だから反対に T シャツの方が変じゃない、そう、反対にこういう着方だったら T シャツの方が、はい、でまたここの色感によって楽しめるような帯と帯が、うん、帯と T シャツが同じ色、そうなんですよね、感じがあって、まあ、あの帯もこれ実はこれストールを巻いていて、そうですね、ストールでショールなんですね、さっき実はこれ、はい、本番前に着るとき柴川さんにちょっと秘密を打ち明けたんですけど、はい、秘密があるんですよ、腰紐には、はい、あの古くて使わなくなったネクタイを腰紐で留めて
いやでもまあ、それは別にあの、別に見た目もこれあれではなくて、まあまあ、遊び心で、まあ、ちょっとね、あの、腰もがにもちょっと見当たらないけど、これ使ってないネクタイ、これ巻いちゃおうか、これで締めちゃおうか。そんなんでもいいんですよね、基本。ほら、だって、紐だから。巻ければいいですもんね。そうなんですよ。で、今ちょっと最近、あの、凝ってるのが、こう、ちょっと袖口をこう巻く。巻くって、うん。あのね、まあ、巻くと。最近の伊豆倉さんはこういうイメージがある。そうですか。頭の中に。そうですか。最近の伊豆倉さんですか。あ、よく、だって最近の秋なし。そうですね。でこれでもね、ちょっとシルエット的にも、まあ、変化がついて、はい、あとやっぱりこう機能的っていうか手を動かしやすい。そうですね、汚れないしね、あのこの辺なんかも引っ掛けにくいですし。そうですよね、うん、ちょっとこれはお気に入りですね。あ、柴川さんもぜひこれちょっと明日あたりから、ね、明日あたりからこれちょっとこうやってやってると、はい、なんやねんこの細い腕みたいな僕の場合は腕とか細いしなんかすごい貧弱なので、うん、僕の一つもあって、僕みたいに細くて小さい人は結構僕ね着物を着てるとそんなに言われなくなったんですよ。細いねとか、その、なんか、まあ、なんかこう、キャシャで。そうですね。結構細い、そんな細いイメージなかったんですけど。めっちゃ僕細い。さっきちょっと本番前着替えてらっしゃるの見て。めっちゃ細い。細と思いましたね。そうでしょ、ね、僕なんか50キロしかないんですよ。はぁ、あ。羨ましい。いやいやいや、だから、でも、こういうコンプレックス持ってる僕みたいなのとは、着物を着ると、逆にこう、見せれるわけじゃん、自分として。で、小さいとも言われないし、自分のコンプレックスを満たされるっていう部分も、これ着物屋だからとかじゃないっていうのをずっとここで言い続けてるんですけど、僕が8年間着物をなぜ着続けられることができたかっていうと、ただ単に、着物を売るためだけの着物生活だったら、おそらくいろんなことにチャレンジしなかったと思うんですよ。多分制服っぽい着物を一丁羅みたいなのをいつも着てて、でも僕は生活してるわけですから、そうすると自分の中で工夫してくるわけですよね。あ、これ着たら褒められたぞとか、こういう風に着てたら動きやすかったぞと。で、そうすると今の満たすっていうのも僕の中でまた一つ入ってきた。それね、でも柴川さんめっちゃ鋭くて、満たす、さっきちょっと話途中になったんですけど、満たすの名前、なぜ満たすかっていうところなんですけど、まさに今のお話に全てちょっと凝縮されていて、満たすって、me プラスって、はじめね、me プラス、自分、まあ、英語で me って自分ですよね。あ、me。me プラスってしたかって、はいはい、me プラスって書いて満たすってしたかったんですけど、ああ、満たす。ちょっとそれはもう他にあったので、はいはい、でそれで今のような形で mitasu プラスにしたんですけど、はい、それはまさしくちょっと自分プラスっていうことなんですよね。はいはい、自分の中で一つプラスするよと。なので、満たすの場合は、うん、まあ、こちらからこう満たすですっていうふうにお作りしてお客様にお届けするんですけど、はいはいはい、実はそれを自分のものにするのは、それぞれそれをこう、買ってきていただくお客さん、うん、一人一人で自分プラス、ミープラス。で、そして、はい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 、自分自身の、こう、自分自身の、こう、なんて言いますかね、こう、気持ちとか、そういう楽しみ、着物を楽しむっていうところを満たすと。そこで、そこからを満たすというのが来てるというですね。やっぱ頭いい人ね、あなたね、こういうこと考える。そうだね。コンセプトのつなぎ方がうまい。本当に、俺さ、全然、なんかそういう、今日よく泊まるんですけど、なんか、皆さん止まってませんよね。よくこの放送止まってるんですけど、皆さんは大丈夫ですよね。あ、僕もちょっとだんだん慣れてきて、質問に目をやる余裕が出てきました。あ、いやいや、帯の上に紐が見えてますね。はい、紐ついてるんですね。っていうことで、そうなんですよ。ここ多分ちょっとここについてるのが。脇についてますね、紐がね、今。ここについてるのがちょっと覗いちゃったと思うんですけど。こうね、紐がこう、つけてあります。うん、実はこの、はい。まあ、満たす、これは今、ちょっとこの初期のバージョンというか、この、はい、この春夏から作り出して、この春夏バージョンなんですけど、はい、この春夏に関しては、はい、それぞれ、あの、打ち合わせ。そう、打ち合わせのところに、こう、紐で留めて。紐で留めて。まあ、いわゆる分かりやすく言うと、サムウェイの上の、ね、上を着てるような感じになって。で、ここで留めることによって、まあ、結局、その、まあ、着て、どんどんこう、うんうん、日常的に動いてる中でもこうはだけるのをこうある程度こう抑制しようっていうところをしたんですけど、はいはい、いわゆる最近で言うとね、このよく今度カーニバルで一緒に出ていただけるんですけど、あの着物カーニバルの小杉さんのところでもそういう仕立てを今推奨してるって聞いたことがあります。はい、あの確かにあの僕もね、今日伊豆川さんが来ていていいなと思ったのは、もう、僕がいわゆるプロとしてじゃなくて、着物をこういつも着ている人として見たときに、非常にどう1分ですね。1分以内に着てますよね、これを。まあ、あの、ペペペペペペラフですからね。ラフですからね。こういうのが一
一つもう今の 3K の中の着るのに20分も30分もみんな着てるんですよ、うん、実際は。あ、まあ、これは僕も着物なんて5分で着なきゃダメだよっていつもみんなに言ってるんだけど、うん、女性から言われる逆に逆入れされて、うん、いやあんたは男だから女はねって言われちゃうけど、実際は僕は男だろうが女だろうがいけると思うんですよ。うちの母なんかは、まあ、今日はでもラフな感じで着てると思うんですけど、本当に5分で着てる、5分以内で着てるんで、まあ、そんなに時間かかってしまったら着るものではなくなってきてやっぱりダメだと思うんですよ。でなるべくそのハードルをねこう低くするためにはこういう感覚も必要になってくると思うし、今の若い人の何にもこう着物に対して触ってない、無垢な方にとっては非常にハードルが低くなって僕はすごくいいと思います。だからうちもまあパクるんじゃないですけど、なんか満たすの雰囲気から得るもので、うちのお客さんにフィードバックできるものがあったらフィードバックしていきたいなってすごい思ってたんですね。ね、まあちょっと話先途中になりましたけど、このここの紐は、うん、これ春夏はつけてたんですけど、この秋冬からは実はもうちょっと取りまして、やめまして、まあそれは、うん、これすごい便利である一方、やはりこう、まあ、ミタスはの仕立て上がりの着物なので、まあ4サイズ、サイズ対応してるんですけど、まあレディース2サイズ、メンズ2サイズっていう感じで、まあサイズ対応してるんですけど、これがあることによって、まあ僕とかはこう結構割と中肉中背的な感じなんで、まあ非常に心地いいんですけど、まあ例えば柴川さんのように、こう、非常にこう、スタイルの言い方って言ってください。細い人ね。ウエストのこう締まってられる方、はい、痩せてらっしゃる方ですね、うんうん、まあ、そういう方の場合はもう少しこう巻き込めた方が、これがあることによって逆にこう体の中で泳いでしまうっていうところで、でやっぱりこれはない方がいいなっていうことで、うん、この秋からはこれを取りました、はい、あの実際ねこれ伊塚さんそういう思いはすごく良いと思います、メーカーさんが僕それを歌うんだったらこの紐だけ入れといてもらって、うん、着物にで、その方に合わせたところで、縫ってあげてくださいとか、そうすれば僕はまた問題なんだけど、うん、初めからついてると、今言った体型によって違うから、非常に厳しいところがある。だから、我々小売店が対応できる小売店だったら全部できますから、うん、そういうのもありだと思います。そこはだやっぱりだからその作る側と、はい、その実際そのお客様とこう対峙すると。そう、受け、ね、こう接してくださる、うん、お店。はい。はい、とのこうやっぱ今後こうそういうところをこうきちっと密に取り組んでいけたらなっていうことを見たときに、ね、本当ね、うん、僕はそういう関係これからもしできたら ねでやっぱりその、まあ、この春に作る前に発表する前にもちろんこう自分なりに社内でもこうたくさん議論を重ねていろんな改良しましたけど、はいはい、やっぱりいざ実際出してみて、うん、お客様からいろんなリアクション感想をいただいたり、はいはいはい、まあ、自分たちでもこういろんなことを気づいたりしたとこ、ことはやっぱりこうフィードバックするというか、ね、どん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 こうプラスアルファっていうかアレンジをしていきたいというか、まあ、改良もしていきたいなというふうに思いますし、はいはい、いや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 、でもそういう話をしてるとね、なんかね楽しいんですよね、うん、こう着物の話なんだけど、今までどっちかというと伝統一辺倒で、うん、まあ、いいものはいいに決まってるよと、ただ、いいものも普段着もなんか今までの隔たりの感じが、いいものはなんか交渉に移って、例えば木綿なんかはちょっと馬鹿にされるみたいなのが、うん、僕非常に気に食わなくて、うん、どっちもさっき言った着るものであって、うん、ただ行く場所によって変えてるだけで、うん、その洋服だってお前ら変えてるだろうと、うん、例えば思うんですよ。ジーパン着てる人もおれば、で、じゃあ結婚式にジーパン着ていく人は、まあ、一般常識的に見ると少ないだろうと。うん、着物だと一緒だよって僕は思ってるんですよ。うんうん、僕は、こうやって普段着着物派の、なんか、ゆるい着物屋だと思われてますけど、とんでもないですよ。今日だって、留め袖をね、おすすめするときは、きちっと留め袖のね、わけを言って、やっぱり最高異例装ですから、きちっと着てくださいと。だから、着付けできなかったらうちが着付けさせてしまいますよと。ただ、木綿の着物にね、そんなこと言ってもね、もう、ただ単に堅苦しくなるだけで、うん、逆に売れば売るほど着たくなくなる着物になっちゃうので、うん、いや、こんなんね、適当に着てくださいって言って。うん、そうですね、うん。まあ、多分その、まあ自分たちのね、まあその、はい、帯地メーカーとして、ええ、まあ従来作ってる帯なんかもそうですけど、まあ、やっぱこれまでというか、まあ特に昭和の時代なんかの、はい、こう和装の、こう、ね、作ってるものとか、はい、まあ、実際そうやってお客さんに勧めてる、勧め方っていうのは、はいはい、非常にこう、礼装一辺倒っていうか、うんうんうん、どっちかというとね、フォーマルとして、まあ、和装、フォーマルとして、まあ、これとこれとこれは、こう、揃えておかれるべきですよ、的な、こう、和装の、こう、そういう、
な進め方だったし、はい、そこに向けてものを作ってたわけですけど、まあ、さっきも言いましたように着物も、うん、和装も着るものとすれば、うん、洋服にもこういろんなこうシーンに応じたっていうか、まあ、それこそ T シャツジーパンから女性だったらドレス、男性だったらこうタキシードスーツとかタキシードとかっていうのがあるように、うん、はい、まあ、着物にもこういろんなこう段階に応じたこう、ね、提案というかね、うん、スタイルがあってもいいと思うし、着方があってもいいし、しかもそれが僕のひな屋さんに今日聞けてよかったのが、昔はちゃんとそのスタイルに合わせた着方をみんな選んで日本人はちゃんと着てたんだよと、うん、うん、その要は水ヤギからよそ行きまでちゃんとした着物の種類がいろいろあって、例えば僕がいつも着ているのばかまと、半着物なんていうのは実は僕もあれだって昔からあったんだよと、あんなのばかまも ね、ポルトガル人が渡ってきた時に、軽装のそのカルサンバカマっていうのを作ったとかね、でそういうのから日本人っていうのはバカじゃなくてちゃんとこの袖丈もいっぱい考えられてて、昔はこんな薙刀袖だとか、まあ、船底袖だとか元禄袖だとかって、でそれをうちが船着物で提案するとお客様からびっくりされるんですよ。そんなの聞いたことないとか、あ、いいんですかやっちゃってとか、いやいやいや、いいも悪いも僕ここドアノブ引っ掛けるの嫌でしょとか、なんでこれ袖口全部開いてるんですかと、今こんなドアノブで引っ掛かっちゃうでしょ、だから僕は袖口は4寸ぐらいで、やってますし、あ、そうですね、さっき来てらっしゃったの、袖口すごく、そうです、で確かにこういうことはできなくなりますけど、ここに物を入れるとか、ただちゃんとポッケがあるのばかも入ってるのは、うん、他の物を、ね、入れない方がいいです、入れない方がいいから、僕も実際自分で着ててそう思います、ここに入れてもね、なんか嫌なんですよ、うん、そうですね、ここが振っちゃって、うん、だから僕はもうその入れるところはここしかないから入れてしまうだけで、そうなんですよ、ちゃんとあればいいんで、うん、やっぱそういう部分がこうだん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 今の現代に合うような、うん、勝手に思って自分が変えてきたんですけど、のばかまのここの秋も、うん、なんかすごい開けちゃうと引っかかっちゃうから、うん、秋を狭くしてやるとか、うん、まあいろいろでもいろいろ考えられますよね、まだまだ。だってその昔それこそ江戸時代とかそのもっと前でも着物を、まあその和装が日常的な着るものであった時代にはみんな日常的に着てたわけですから、いろんなこう着方着こなしがあったと思うし、そうです、なんか逆にその今はこう着方がこうある程度ね、うん、決まっていて、まあ、まあこういう風に着ましょうみたいな、はいはい、こういう風に着なきゃいけないみたいな感じになってきてますけど、うんうんうん、本来的に日常的に着てた時にはもうもっともっと、うんうんうん、ね、行きたいですね、だんだん、だから最近の時代劇なんか見ててもね、大河ドラマなんか見てても、はい、まあ、今年の平清盛もそうですし、はい、2年前のあのね、龍馬伝なんかの柘植、はい、勲さんって同じ方がお仕事されてやって、はい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 、僕あの方のお仕事見てもすごいかっこいいなと思ったんですけど、うんうん、非常にこうね、こうラフな感じで、うん、今年の大河ドラマ汚いとかいろいろなミスがついて、当初だいぶこう修正加えられたみたいな話聞きましたけど、でもすごい逆にリアリティがあって、うん、平安時代なんかもうそうそうほんのすごいこうね、うん、まあ、今みたいなこんな綺麗な日本じゃなかったわけですから、うんうん、もっとボッコボッコした感じ、みんなもうよれよれドレドレの着物着てたわけですし、うん、だって龍馬伝になって本当に木綿のね、うん、普段は木綿の着物着て、ね、ちゃんと龍馬が出自する時にはしっかりとした羽舞台のやつ、ね、着てとか使い分けて出したのね、やっぱり。なのでまあその、うん、着物を着るとちょっとシミとか汚れが気になるからとか、お食事とかもものすごく気を使わないといけないとか、うんうん、例えば今日ラーメン食べるとね、雨に濡れたらシミになってしまうとかですね、まあそれはそれで、まあ、もちろんそのね、うん、きちっとそういうふうにこう自分で気をつけるっていう心構え、うん、そういうこうフォーマルを身につけるシーンはあってもいいと思うんですけど、でもそればかりが着物じゃないっていうところですね、うん、その通りだと思います。しかも現代のこのスタイルとしてはね、うん、そういうのがまあ是非もあるんですけど、はい、合わないというところのが多くなってきたのかな、どっちかというと、うん、でまあうちのディレクターもよくよく僕に言うのはやっぱりちょっとまだまだファージョンが高いと、うん、ね、だからよく僕に言うんですよ、もうちょっと降りて降りてって。あ、でもすごいいつもかっこよく着こなしてられるじゃないですか。それは僕が教えてるし、もう完全にスタイリングされてるわけです。当然ですよ。そんな、いや僕初めて若手呉服経営者の会実はちょっとあれ一部にして砕けすぎてませんが大丈夫ですか。だんだんちょっと初めちょっと緊張したけどいいんですよ。大丈夫ですよ。でも今までの話をね聞かせていただいたんですけど、ケチさんがね一言、はい、いいこと言っちゃってますね、はい、ワンピース感覚で着物を着られたらいいなと思ってますと。あ、いいですね。もうこれですね、着る選択の一つ
ね、うん、その中のワンピース感覚中でもう着物の形があるの中で選べれるというのは僕もずっと思ってるんですね、うんうん、今日何着ていこうという中の一つの中に T シャツとその着物が同じ同列で悩めれるというところの、うん、ところが非常に、ね、うん、あのこう僕は欲しいというかね、普段着物という、ね、話の中では僕はそれが一番、はいはいはい、もう確信じゃないかなというふうに、ね、うん、思うんですね。さあじゃあですね、ここの話が出たところで、伊塚さんちょっと衣替えをされるということで。そうなんですよ、今日はちょっと実はせっかくなので、途中で一回着替えて、2バリエーションちょっと見て、そうですね、今日このバリエーションと、はい、じゃあ次、じゃあちょっと皆さん今から消えますよ、伊塚さんが、はい、はいはい、じゃあ今からね、生着替え僕は目の前で見てますけど皆さん見れませんので、はい、実際に伊塚さんが今日ねもう一つ持ってきてらっしゃって、その間にねちょっと説明させてもらいます。はい、今ね、ちょっとミダスブランドのことですごく熱くなっちゃったんですけども、商品紹介ということでですね、ああこっちに寄れと、寄れますか、じゃあ、商品紹介ということでですね、ここに今実はこれうちののばかまをですね、はい、これは伊豆倉さんから送ってきて、いろんな生地見本を送ってきていただいた中で、僕がこれはいいよというもの、勝手にな意見ですよ僕の、でそれをお客様にちょっと提案させてもらったら、迷彩柄ののばかまが欲しいと。とてもいいですね。最初迷彩だと見えなく分からなかったですね、はい、でそれをこう今実際に仕立ててみて、はい、これちょっとそこでアップできますかね、例えばそのそこでね、どういうことをここでね、これのばかまなんですけども、ここちょっと迷彩柄アップでこの辺映せますかね。これね、なんか俺受けるような気がしてくる。これ迷彩柄なんですよね、ディレクターさん。これどう思います？これ結構、これ上がね今着物になっちゃってますけど、はいはい、上がね多分これ着物になっちゃってるんだけど、これ別に上が T シャツとかでも全然いけちゃうような気がしてきちゃって、この下の感じでわざとちょっとこれね、ストレートに仕立てて見てるんですね。普通の僕が今まで着てたのばかもとちょっと違うでしょ。あ、ちゅうかディレクターさんが今マイクつけてないのでわからないんですけども、これはあれですね、絞ってないんで、スコーンとストレートに仕立ててあるんで、普通のボンタンですね。はい、ボンタンっていう言い方はあなたはね、もうやめて、そういう言い方もう世代が知れるよ本当に。なんでそれあれじゃないですか、タックがね深くてね、タックが深くてまっすぐだと、そうですね、バナナって言われてたやつですね、スーパーバナナとか言われてましたけど、でも横はちゃんとこう袴なんですよ、はい、こうちゃんと空きがあって脇が開いてて、で後ろはこうちゃんと袴の、でも迷彩っていうだけで着物的な感覚からかなり離れますね。そうでしょう、でも仕立てはそんなに変わってない袴仕立てなんですよと。でこういうこうまあね、本当にこのひなやさんとのコラボレーションが非常に僕嬉しくって、僕も実はいろんな洋服の素材とかで今まで着物をずっと作り続けてましたけども、なかなかねこうじゃあこういう生地がいいとかっていう出会いが少なかったので、今日は本当にこれ一個作ってみて非常に良かったなと思います。あ、終わりましたか、どうですか、いいですか、大丈夫ですか、登場です、折りの直しを得て登場という、はい、新郎新婦入場みたいになっちゃいましたけど、はい、あらまた今度はちょっと光ってますね、あら光ってます ね、 ね、ちょっと行きましょうよ、装いを変えましたか。この着物はここで置きましょうか。はい、ちょっとディレクターさんアップで。帽子黒の方が良かった。これはもうどう見てもこれサテンみたいに光ってますから。ね、これはね、シャツ地ではなくて、はい、ポリエステルなんですけど、フェイク、まあ、そうですね、スウェード調、人工比較、ね、はい、人工比較。人工比較、すごいっすよね、はい、これ、うん、これちょっとね、うん、まあ記事をいろいろ見てる中で、はい、試しにこれいけるんじゃないかなと思って作ってみたら、はい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 、すごい、うん、
作ってみたら意外や意外というか、本人は非常に、まあ、案の定というか非常にこう、良くて、はい、良くって。何でしょう。自分の中ではこの秋の新作の中で一番好き。一押しです。一番気に入ってます、ね。やっぱり自分がまず好きになるっていうのは非常にいいですよね。僕も結局今のこのバカマじゃないけど、やっぱ自分がいいと思ってるんですが形になると、非常になんかよく見えるっていうか。そこはやっぱりでも大事じゃないですかね。やっぱりこうね、自分がいいと思わない、欲しいと思わないものを、お客さんに勧めるっていう。人に勧めるっていうのってどうかっていうところもあって。まず自信がないってことになっちゃうもんね。そうですね。まあね、自分の好きなものだけっていうのはそれはそれで問題あると思いますけど、やっぱりこう自分がいいと思えるものを作るってことはすごく大事かなっていう。そうですね。くらりさんですかね、へこび、はい、色がとても良さげでしたが、あ、今ね、この上を見せてくれた、はい、これがですね、またしても帯屋なんですけど帯じゃないんですこれはあのストールで、はい、あのこれストールですね。そうなんですよ、ストール。これストールなんですよ。上手にこう巻くんですね、このストールを巻き方が。これもやっぱりね、このしょぼい僕がやるとね、多分ね、ただの紐みたいになっちゃうんですけど、はい、このショールでこう囲みすると。そうなんですよね。これがもう本当にいわゆるもうここで止めているだけ、止めているだけ、結ぶと言われると言われて止めるという、はい、で実際今日僕が着させてもらってるやつはこの生地で作った囲みですね、はい、そうなんですよね、うん、同じ素材で、まあ、そう囲みなんですけど、まあ、実際寸法とか全部囲みなんですけど、はい、ね、もう柴川さん締めていただいてるんでよく分かると思うんですけども、芯も何も入れずに非常にこう柔らかく、もうこうやって締めとっても別にいいんじゃないかって、もうなのでもうしごいてこう、はい、もうこうくちゃくちゃにしてくちゃくちゃにして締めてもいいですね。今たまたま僕は自分でこうね、うん、ピタッとやってみました。結構綺麗に巻いていただいてますけど、こう裏表こうねじるような感じでこう、まあ、やっちゃっても全然問題なさそうですよ。締めていただいてもいいんじゃないかなみたいな。で意外とねこれね、ポリエステルだから滑るかなと思ったら、うん、このフェイクレザーっていうことで、はい、そんなに滑らないです。そうですね、表面ちょっと起毛しているので、逆にちょっと滑りが悪い感じというか、逆に それが僕にとっては前で前、ね、あの安心感ありますね、はい、よくある、まあ、いわゆるお値打ちな囲み結構滑ってしまうんですけど、はい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 、これは大丈夫そうですね、うん、やっぱそういうのがいいですね。あ、今ねクーラビさんがソール使うの良いですねとね、かっこいいですねと。これストールを巻くにあたってのなんかコツみたいなのはあるんですか。いや別にその巻き方とかもいつもそんな全然考えてない。いや本当ですか。本当にこう斜めにしてなんかさっき三角をこう、あ、一応こうなんでしょう、こう直線にならないようにこうバランス見て、うんうん、あ、やっぱりね、ちょっとこう斜めにして、左右非対称というか、まあその、うんうん、で結構これ今プリントで柄もんなので、はい、まあ、色柄の出方なんかはちょっとバランスを見ながらっていう感じですね。まあこれはちょっと慣れっていうのもあると思うんですけど、ね、人目を引くだろうねと、うん、はい、まあ、これはまあ皆さんもね、こうスタイル提案ということなので、うん、今日はかなり落ち着いていらっしゃいますけど、皆さん、うん、あの好きなこと言ってもらってもいいですけどね、うん、ただその今いわゆる、あ、ま、KD さんがマジで欲しくなってきたと買ってくださいね。さっきサイズのこと聞いてられましたから、ね、あ、聞いてましたね。サイズはどうなんですか、はい、特注になるかもしれないお客さんの場合はこれわざとだな。すいません。いやでもわざとじゃない。いけるでしょ。あ、でも広幅でしょ結局元は。どういうことですか。今押し立てサイズの L サイズで石垣さんがいけるかなっていう。絶対無理ですね、うん、でも最近ちょっとスリムになられたっていう。あ、6キロぐらいなんか痩せられたというけど、まず無理だと。そうですか。マイク入ってないのでね、ちゃんと声出していった方がいいですよ。あ、そうですか、わかりました。ちょっと自信がないというか見てらっしゃるので、はい、ね、ちゃんと無理だは無理だと言わないとなんですよ。ごぼごぼ言わないでね。そうですね。あの、そういう時は先ほど言ったみたいにオーダーメイドで、はい、実は今ね、あずまやとちょっと今しゃべってるのは、ね、もしそういう方が来たら、うん、例えばあずまやでこう、例えばこの生地で作ってくれって言えば、はい、僕が三田須さんから、はい、生地を下ろしていただいて作るってことも可能なんですよね、はい、可能です。そういうことをやっていきたいと。あ、もう実際もうなんか今日の落としどころはそこなんです実は、はい、本当にでもこうなればいろんな方のファッション提案が広がるわけですもんね。そうですね。実際我々はメーカーで作ってますけど、うん、はい、まあ、で自分たちのお店もやってるんですよ、はい、あの清水五条坂っていうところで、はい、日南京都清水五条坂って、はい、去年の5月から、はい、京都の五条の方にしてもう清水のあそこから降りて、はい、すぐぐらいのところにありますね。で、三田須もそこで販売をしてるんですけど、はいはい、小売もしてらっしゃるんですね、
でもまあやっぱりこういろんなところでこれからミタスを見たいって言ってくださるお客さんにこうねもっともっと見ていただくためにはやっぱりこうそういうふうにミタスをこう理解してくださるっていうかミタスに興味を持ってくださる小売店さんとの取り組みなんかもしていきたいですし、はい、ありがたいですね。そう、まあね、あの柴川さんともそういうお話をこの今回のこの話の機会をいただく打ち合わせの時にそんなお話なんかもさせていただいていて、まあ例えばこうね、うん、我々が作ってるものをこう扱っていただくってこともあれだし、まあ、さっきおっしゃったみたいに、ね、はい、こう記事を提供して、まあ、それをこう、はい、そこのお店でオーダーで作って、オーダーで作っていただくとか、はい、まあ、あるいはこうのばかまのようなこういうお店の独自のアイテムでお仕立ていただくっていうことも可能かなというふうに思ってます。そうですね。やっぱり僕もね、この今の来てらっしゃるのをもう見た瞬間、僕なんかこれを羽織に作ったりとかですね、したいなと、うん、もう頭がもういってるんですよ。やっぱりこういう、まあ、例えばこれだったら、やっぱりもうちょっとねこうラフに仕立てて、はい、まあ、こんなに袖を長く取らずに、もっと こんな感じで、ね、シャツっぽくこうやって着ても、うんうん、本来のこの生地のこれに合う用途なんじゃないかなと思ったんですね。ここまでこう振りが広くなくても、こういうのはある程度だから三田さんの提案とあざめの提案が違ったとしても、要は着るものとして考えればそうですね、いけるわけですから、うん、まあ、これがありならもう非常にありがたいです。まあこうそういう形で着こなしとか着方のアレンジとか、うん、はい、まあ、あるいはこうスタイルなんかがこうどんどん進化していけばいいですね。そうです、変えるということではなくて、この言い方ですね、プラスですけどね、いけば一番いいんじゃないかなというふうに思いますよね。で、まあさっきも言いましたように我々はこういう形がいい、こういうふうにしたい、はい、これがいいと思って作ってますけど、はい、まあ、でもそれはやっぱお客さんによって捉え方も違うし、今おっしゃったみたいにもっとこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こういうふうにできないかっていうご要望なんかをこういろいろこうフィードバックしながら、お互いが結果的に、うん、そうなんですよね、こう、うん、何が当たるか分かんないですもんね。そう、ミタスを着る、着物を着るっていうことのその着こなしとか、はい、その認識がどん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 こう前進していけばいいなっていうふうに思います。そうですね、そうすればね、まあ本当にいわゆる、じゃあ今でもね、ないかって言われたら、実は皆さん今日優しい方ばっかりで、そういう着物一回でもあるじゃんっていう人もいるんですよね、多分。まあ実際僕も知ってますけど、まあ着物地以外で着物を仕立ててらっしゃる方いらっしゃいますんで、まあその辺はどう違うんだって思われればさ、それは違わないですって言うしかないんですけど、今言ったような進化をする。例えばこれをこういうふうに使うと、あなたの用途に合いますよとかっていう提案までいけるようになってくると、もうこれは満たすっていうブランドがやっぱり着る人のことを考えて作られているっていうことになって、着物が着るものに変わっていくっていう、では僕はね、そっちの方がまあ非常に、あの先ほども喋ってましたけど、着物を売るまでのプロセスが僕はこれから重要だと思うんですよ。まずその人のスタイルとか、着方とか着こなしをどういうふうに使われるのかを聞いてあげて、それに合った既製品の着物だったらそれでいいし、合わなかったらオーダーで作るとかっていうのが全部がこうできるよと、そうすれば本来の、まあ提案というかブランド提案になってくると思うんで、そういうことがもしお話ができるようであれば、まあ、すごく良いですよね。あの小売店にとってもいいし、メーカーさんにとっても、その逆に東屋が作ったやつがもし受けたとしたら、ちょっとこれで規制で作ってみましょうかとか、ってなってくれるとお互いハッピーになってくるんじゃないかなっていうのがあって、なんかそれなんか勝手に今思っちゃったんですけど。そうですね、まあ、さっきちょっとね、あの本番前の打ち合わせの時にもお話をしてましたけど、はい、やっぱりこうミタスに関してはこう服地を作ってるからってこう安易にね、まあ実際こう縫製なんかも洋服、お洋服を縫製されてる、そのいわゆるこう和裁屋さんではないところで縫製をしてるんですけれども、まあでもだからってこうそれを安易に考えて、安易にこう服地を使ってミシン縫製をしてっていうことじゃなくて、まあやっぱりまあ僕自身というか僕たちはこれをやはり着物を知って、着物をこう愛して、着物をこう来てという、そういう方々とこういろんなこう意見交換をしながら、こう安易にね、まあそれがこうなんか良さげだからとかね、受けそうだからっていうことで、こう安易にこうそれをコピーするってことじゃなくて、こうやっぱりこうそういう本当にその着る人のことを思って、何よりもこう着物をもっとこう日常のワードローブとして、この現代のね、このライフスタイルの中でこう着物を着ていくっていうことはどういうことかと、そのためには着物がどういうふうにあれば良いのかということをこう真摯にこう受け止めながら、いろいろこうね、あの意見交換しながら、こう我々もメーカーとして、まあ
これが全てっていう、うん、そういう打ち出しじゃなくて、こういろいろこうそういうご意見なんかにもこう耳を傾けながら、どん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 こう改良していきたい。シーズンを減るごとにこうどんどん満たすを良くしていきたいなっていうすごい強い思いはありますよね。やっぱり僕もその、ね、ずっと喋ってて、もう結局今飯塚さんご自身で来てるじゃないですか。まあ、これがもう全ての答えになってくると思うんですよね。ディレクターさんそうでしょう。その、はい、やっぱりこう彼だっていろいろ話を今までもうこれで頭でっかちになってきてると思うんですけど、結局じゃあどんだけ頑張って喋ってももう物を見ないと分かんないよっていうことなんですよ。それが動いてる姿が分かんないとって、動いてる姿を見せるっていうのは一つのあれだと思うし、例えばうちなんかでも最近ちょっと気をつけてるのは、あのなるべく見本を作ってこう飾っておくとか。そうですね、うん、その今までは反物でピャーッと見せてるのを、うん、ある程度木綿の着物でもこう仕立てておいて、うん、でそれを着た感じに見せておくと、ね、やっぱり分かりやすいと言ってくださるので、こういう部分での、まあ、提案の仕方とかっていうのもこれが必要になってくる、着物屋さん、うん、今までどっちかというと頑固一徹 で、 そうです、ね、ピュッとこう飾ってなんかこうそこに口出しできないっていうか、そうですね、こう作り手さんとか、うん、あの、はい、職人さんに口出しできないっていうようなところが、うん、こう良くも悪くもちょっと強すぎて、そうですね、まあ、もちろんそのいい部分もあるんですけど、うん、なんかね、要はね、今のいい部分はすごい分かるんですよ、うん、ただそのチョイスがあまりにも狭くて、ね、すごく狭かったんですよ。100円の着物も100万円の着物のチョイスもなんか今一緒みたいに 見えちゃって、やっぱり100円のものはもっと広がってもいいし、100万円のものは広がる必要がないんですよ、ある意味。もうストライクだから。例えばね、高級の車で言うとレクサスを買える人とカローラを買える人とまた違うわけじゃないですか。だからレクサスはレクサスでなきゃいけないし、レクサスの店員がね、逆に安いっすよどうですかなんて言ったらおかしいでしょっていうことだと思うんですよね。僕はそうなってくると着物もなんかもっと自由に、ね、もっと幅広くいけるんじゃないかな、ね、さっき柴川さんがおっしゃったみたいに、その物を見てからじゃないとっていうのはすごく僕ももうその通りだと思っていて、まあその良くも悪くもやっぱり物を提示して、でそれを見ていただいて、で賛否両論いろいろ出てくると思うんですけど、これは俺は着たいとか好きとかで、やっぱりこう、まあいいねって言ってくださる方もいらっしゃるだろうし、ちょっとそれだと物足りないねとか、それは全然ダメだねっておっしゃる方も、まあ一方でいらっしゃると思うんですけど、まあその両方が非常にありがたいご意見で、そうですね。で、まあでもいずれにせよそれをこう言ってるだけではね、なかなかこう、まあ言ってるだけに終わってしまうので、まあやっぱりまずやってみて提示をしてみて、そこからこういろんなリアクションって生まれてくると思うし、そのリアクションをこう、はい。我々作り手として、まあ、どう捉えて、はい、どう生かすかということですね、まあ、いいご意見も、はい、まあ、ご批判も含め、はい、それをどういうふうにこう次のものづくりへの糧にしていくかというところがすごく大事かなと思いますけど、はい、三浦さんがなんかいろいろね今ソーシャルが流れてますけど、はい、はい、お話の方ちょっと戻ってしまうんですけども、はい、KDC プランニングさんですね、仕立てはやはり着物と同じ仕立て方なのかなということなんですけども、基本はそんな感じなんでしょうかね。ですよね。そうですね。ただ、仕様は、縫製の仕様なんかはかなりこう、それこそこう、はしょってるっていうか、わ、かります、ミシン仕立てにするところ、はい、まあ、さっき柴川さんもこう、裏見ておっしゃってましたけど、はい、その、三つ折り始末にするところと、まあ、ロックで割りにするところっていうことで、はい、まあ、かなりこう、そういうところはこう、アレンジを、ね、そうですね、袖口だってこれ叩いてるんですけど、ミシンで。ただ僕思うに、じゃあ今実はね、別に僕は批判するわけじゃないんですけど、じゃあ全部をこのステッチみたいにミシンでダーッとこう全部ねこう叩いてしまうと、やっぱり着物独自が持っているそのいろんな良さが今度逆に損なわれる場合があって、こう襟とかも叩いてるやつあるじゃないですか、上から、はい、それよりはまあ今飯塚さんのところのこの三田さんのこの仕立てを仕立ては僕は非常にありだなと思います。しっかり市場にね、逆に言うとこう動きやすい感じに見える、その例えば洋服地使うとどうしてもこの、まあ、脇の始末だとか、奥身のところの、まあ、僕専門的に言わせると布地の始末
結構大変なんですよ、うん、厚ぼったくなったり、はいはいはい、縁の中でもこれはもう一切妥協せず切っちゃうのは切っちゃうし、うん、でも切っちゃった方が逆に言うと楽だねとか、うん、軽いねとかっていうことにつながるので、そういう部分ではね、うん、いいと思います、うん、全然ありだと思います。まあ確かにその我々もこれをこうね、ミシン仕立てにするからって、うん、洋服の縫製工場さんにお願いするからっていうことで、まあ、縫製をかなりアレンジをするとか、はしょるっていうことを言いましたけど、はい、やっぱりそのステッチの見え方っていうか、うん、そのミシン目がこう表に見え、はい、どこが見え、どこが見えてもいい、うん、どこが見えない方がいいっていう、うん、そこはやっぱりすごくこう、まあ、それはでもね、着物に限らず洋服を作る時でも全部そうなんで、やっぱりステッチの見え方っていうのはやっぱこうデザインの重要な、うん、デザインの要素なので、だから出すなら出すできちっとそのステッチがデザインだぞと思わせるようなステッチの使い方をした方が僕はいいと思うんですよね、うん、これがデザインですよとなればもうミダスのブランドでもこれはステッチ着物、ね、ステッチ入りでこのステッチが逆に、はい、いいねみたいな感じになればいいと思うんですけど、うん、デニムの着物なんかはねその辺うまくこうやってらっしゃいますね、逆手にとってまあこうわかります、デニム風のジーンズ風のこうステッチをこうあえて出してらっしゃるっていうところで、ね、かりやすい、はい、デニム着物ってわかりやすいですよ ね、 すね、まあ、他に何かありますか。はい、そうですね、ストールの話でねちょっと盛り上がっていますね。ストールの、クーラミさんですかね、半幅帯に1枚ストール重ねることもたまにしてますですということですね。 はい、ありだと思いますね、はい、なのでまあ、見せ方という、ね、問題では皆さんいろんな工夫をされていらっしゃるそうなんですけども、こちらの方の今度そういう工夫を見てみたいなとねちょっと思いますね、KGC プランニングさん、せっかくなら今までと違う着方をしてみたいなと、それ着物なのって聞かれるような、それが満たすならできそうだなと、ね、言われております。なんかご発祥してますね、でも本当にそうで、うん、実はちょっとちょうど1週間前に、はい、新宿スタイルコレクションっていうのを東京の新宿で、うんうんうん、でショーがあって、はいはい、で、ミタスもそこに出していただいたんですよ、うん、某伊勢丹さんからですね、はいはいはい、まあ、ショーちょっとフェイスブックで伊勢丹はメンズで、はい、メンズ着物でこう、ショーをやりたい、はい、でもそれはその売れ筋とかそういうことじゃなくて、うん、もう完全にこうショーのためにこう見せるものとして、うん、着物をこう今風にこうファッショナブルにこうかっこよく見せたいっていうところで、うん、で実はミタスに相談をいただいて、はい、10体全部ランウェイ出されたんですけど、はいはい、そのうち、7体ミタスを採用していただいて、すごいですね、まさしくその、まあ、東京のファッションのスタイリスト、うん、僕の知り合いのスタイリストの方がスタイリングしてくれたんですけど、はい、すごいかっこよくて、うん、でも一見するとこれ本当に着物着てるのっていう、はいはいはい、あ、なんかどうしましたか、はい、止まってるかもです。あ、止まってますか、こちらは動いてますね、今度逆転現象 してますかね、はい、止まってません、はい、はい、すみません、はい、で、あ、それをねちょっと見せてください、紹介してしまいましょうか、ちょっと一回ね、ちょっと今パソコンの方でね、飯塚さんのパソコンの方でちょっと出てきますよ。あ、いいですか、手持ちカメラ、はい、はい、手持ちで、はい、おっと、なんか出てきました、はい、こんな感じで今男性の方が立ってらっしゃる姿が、これ柴川さんが今着てらっしゃるのと同じ着物ですね。本当ですね。着る人が違うとかなり違うんです。これでも僕が今着てる着物と同じですね。これはミタスの上にミタスを重ねてという、この下に見えるこのちょっとプリントのカラフルな着物は、でちょっと東京のデザイナーブランドとミタスがコラボして作った着物なんですけど、はい、彼らのその洋服のコレクション用に作った生地をミタスが、着物に仕立てたっていう、まあ本来これもミタスの着物なんですけど、はい、この時はこれを下に着て、今僕が着てるこのスウェード調の着物をこう着物を着てるってことですね、上に重ねてみた、これこんな着方ができるんですね、この横もすごいですね、これも ね、これなんかね、ディレクターさんなんかこういう着方したんじゃないの、まあ裾を絡げて、これ見ていただいたら帯なんかもこれストールじゃないですか、レザーの布をこうぐるっと、ここまでファッショナブルじゃなくていいんですけどね、私の場合はねまあでもすごい先進性がありますよね、そうですね、かっこいいですね、かっこいいですね、誰が見ても多分かっこいいっていう人の方が多いんじゃないかな、この提案は、まあ、うん、ね、
着物、一見着物に見えないという、はい、あ、これは完全に着物に見えないですけど、ね、そうですね、かなり重ねて着てますね。でも重ねて着るとこういう風になるよと、うん、なってますよね。これもね、後ろから見れば多分、後ろから見た方が着物っぽく見えると思うんですけど、まあ、だからこう洋服なんかでもそうですけど、アイテムを例えばジャケットやシャツを従来のジャケットやシャツのこう着方として用いるんじゃなくて、全く別の用い方をするみたいな着方も洋服の場合結構すると思うんですけど、まあこれはその着物バージョンっていうか、まあここまでいくとかなりちょっとまだ飛んでる感じがしますけど、でも今まあこういうのが元になって、やっぱりある意味ユーザーも怖いっていうのがあると思うんですよ。今のユーザーはこう、例えば先ほどもちょっと喋りましたけど、本当にそうは言っても自分が街に出ると着物着てなかなか歩けないんですっていうぐらいだから、でもこういう今みたいなファッションの、トップのところに出てくると、ああ私もそういう着方したいなって思う人は出てくると思うから、やっぱりどん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 このメーカーさんがそういうことをやってくれるっていうのは我々にとっては非常に勇気が出るというか、おすすめできるっていうか、それの一つになりますよね。そう思いますよね、ディレクターさんもね、はい、そういうところに出てくるってことは。でもその着物をね、こうなかなか着る勇気がない、街で着る勇気がないっていうのはどうですか。意外と街で着てても振り返られたりとかないですよね。全然その被害者、まあ、被害者意識という言葉悪いですけど、そんなにこう、もうごく普通にというか、まあ僕地元が京都で、まあ京都はそういう人が珍しくないって言われるかもしれないですけど、でも出張に東京に満たす着ていったりとかして、もう東京駅から山手線乗って新宿ど真ん中歩いたりしますけど、刺さるような拍子抜けするぐらいに、いや刺さるとか、まあそうおっしゃるんですけど、僕そういうの感じたことなくて、まあちょっとひょっとしたら僕が鈍感なのかもしれないですけど、これね、確かにその言う通りです。僕はやっぱ8年間ぐらい来てるじゃないですか。もう今はね、もう一部になっちゃってるから何も思わないんですけど、一番初めの時は少しやっぱり少しこの辺は田舎なので、どっちかというと言うおばさんとかが中にいるんですよ、うるさいおばさんが。それはどう、そう、着物の着方についてですか。その着物着てること自体着方もそうですし、例えば電車とかで、若い子が、着物を着て乗ってると、あた今日どこ行くのとか、何してるのとか、ポソッとね、あと着直しおばさんって言われるらしいんですけど、まあちょっとあんたおかしいわよとか言って、着てない人に直されるのが嫌なんだけど、平気でいると。で、まあ今は一時期より少なくなりましたけど、昔はそれ辺があって、よくブログとかでそういうことが書かれていて、逆にビビっちゃうみたいな、ね。でも僕は絶対大丈夫ですよ。そんなことはないから今はね。今おっしゃられた通り、そんなに大したことない、逆に褒められる方が多いから、絶対そのプラスもマイナスも絶対プラスに変わりますからって言って、おすすめしてるんですけどね。でも子供によく振り向かれるよとか、結構まあ逆にその新宿なら、着物でも平気みたいな、近所だと、ね、緊張するみたいな書かれていて、川西小倉さんがね、規制をかけない縫い方なのですかと、規制がかかってないところとかかってるところとあります、このお仕立ては。はい、規制が、かかってないところが逆に多いかな、どっちかというと。そうですね、襟のところはちゃんと規制がかかってますけども、あとの縫い、まあ、襟のところだけですか ね、あとはステッチ、襟と、はい、規制がかかってません。それからかっこいいですねと、現代の着物ですねと、着物の形ではなく紬の生地が好きで着物を着ているので、洋服生地で できた着物は魅力を感じない、まあこういうこともあるでしょう ね、さっき言った通り、やはりもうズボッと着物の魅力にはまって、いらっしゃって、きちっと、まあ、おそらくもうここまで行かれると、本物の着物ファンで、もう着物ユーザーだと思うし、この三田須に関しては何もこれが全てだと全然思っていなくて、ある人から言わせればフェイクの着物だっていうね、それもでもすごく言い当てていると思うので、ただそのいわゆるこう、
着物を着たことがなかった人とか、振り向かせたい、興味はあったけれども、うんうん、なかなかこう、とっつきにくかったっていう方が、まあ、こういう着物なら着てみたい的な感じで、こう、はい、着てもらえたらいいなと。覗いてみたい。ね。で、ちょっとその世界を覗く、ね。買ってくださる方はそういう方が多くて、でも、すごく嬉しかった、このミタスを買ってくださったお客さんの中で、すごくこう嬉しかったお話を、ここ最近2つほど聞いて、うん、それはその、もう全く着物を着なかった人が、うん、はい、でも洋服はすごい大好きで、うん、でも着物っていうのはこれまで全然ちょっと意識してこなかった人が、たまたまこのミタスというものを見て、うん、興味を持って買ってくださったと。うん、で、着てみられたと。うん、そしたら、すごくこう、うん、こう、まあ、ある種ちょっとこう、着物もありだと思ったっていうか、うんうん、着物の良さに目覚めたっていうことで、うん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 、で、次は、こうもっともう少しこう本格的なものが来たいということで、うん、まあ、ある僕の知り合いの、はい、着物屋さんのところにこう連絡をされて、はい、その方の書いた本を読まれて連絡をされて、今度はそちらに行って、うん、きちっとこう本格的なお着物、お着物を仕立てられたというような、まあ、なのでこう、こういうのが入り口になって、橋渡し役になってね、うん、まあ、その着物の、はい、まあ、良さっていうか、これまで着なかった着物を着るきっかけになったっていうのはすごく嬉しいですし、うん、そうですね、よく僕もね思う、この今逆三角形になっている着物業界ですよってよく言うんですけど、下がちょっと今揺らがってると思うんですよね、こうなってて。で、まあ、当然本来の市場はこうであるべきだと思うんで、やっぱりこう入り口をもうちょっとね、着物業界増やすと、もうその上に上がってきやすくなるのかなと。その上に上がる上がらんっていうのが偉い偉くないじゃなくて、その人のスタイルに合ったものが着物というところに当てはまった時に、こういうのもありだろう、これもありだろう。でも年を取ってくれば当然満たすじゃない、大島紬が欲しくなったりとかするかもしれないだろうと。そういうところが僕は可能性としては必要なのかなと、うん、今はまあちょっと逆現象が起きすぎちゃってるかなっていうところはあります。だから今日はね、本当にいろんな方が見てらっしゃって、逆に言うと嬉しいですよね、うん、書いてありますけど、いろんな方にね、近所の BBA に、色男ねと言われたとかねでも着物を着ていると僕はね、ある意味そういうことがいいことなのかなと思うんですよ。何かアクションがあれば、そうですね、カンバセーションピースというか、そうです、そうです、まあ良くも悪くも引っかかりになるのかもしれないですし、うん、そうです、確実に友達は増えますね、うん、どっちかというと、うん、僕の感じでは、いろんな友達がいますけど、まあ、僕は友達が増えましたけどね、着物を着たら、さあじゃあですね、ちょっと時間も来まして、だいぶ来ましたから、これからのね、はい、まあ展望という言い方すると大げさですけど、うん、まあ、満たすをこう今ちょっともう今から広めていくよっていうことでしたんですけども、はい、うんうん、まあ、飯塚さんの中で、これからじゃあその満たすをきっかけにして、まず着物ユーザーをちょっと掘り起こしたいというか、ちょっとみんなにもうちょっと着物をね見ていただきたい。で、じゃあこれからそのじゃあひな屋としてその伝統あるその帯もやっていきながらも、まあ企業としてでもいいんですけども、ご自身の個人の意見でもいいんですけど、どう思いますかね、これ先っていうか、ねえ、まあごめんなさい、いや交渉じゃなくて、もう本当に自分の思いで、さっきちょっとその打ち合わせの時にね、島川さんと話したようなことだと思うんですけど、まあちょっと今の質問から若干ずれてしまうのかもしれないですけど、まあさっき島川さんと、始まる前にご飯食べながら打ち合わせしてたことなんですけど、まあ、例えば今そういう着物にまつわる環境とか、着物がどうなっていくんだろうということで、まあ3年後とか5年後ぐらいをね、こう念頭においてお話をすることって、まあ結構皆さんあると思うんですけど、まあさっきちょっと柴川さんとご飯食べながら、すごいこうちょっと、まあ馬鹿げた話かもしれない、馬鹿げた話に取られるかもしれないけど、みたいな話を前提にして、100年後着物ってどうなってるんでしょうね、みたいな。要はそういうちょっとお話をして、100年前の普段着だった頃から今100年後ですもんね。そうですね。まあそのさっき冒頭の方にお話をしましたけど、はい、そのまあ日本はその昔着物が日常着でみたいな話でこう昔を遡っていって、まあでも良くも悪くも時代っていうのは変わってくる中で、まあ今もう日本は近代化の延長にもう西洋的なこうライフスタイルがどんどん入ってきて、今もうこういう現代になってるわけじゃないですか。
で、まあ、あの、その中で、まあ、着物を取り巻く産業、はい、着物に関わる人たちもいろいろこう、ここ10年、20年で、まあ、いろんな環境変化を経て今に至られるわけですけど、うん、まあ、なんか、その延長にある3年後、5年後、まあ、2年後、3年後でもいいんですけど、ではなく、もっとね、そう。50年、100年。50年、100年って単位で見たとき、うん、その着物ってどうなってるんでしょうね、うん、みたいなところを考えて。なんかね、こう、そういうことを、考えてみたいなっていうか、語ってみたいなっていうか、うん、まあ僕は結構そういうのを考えるのが好きで。でもこの前、うん、この、さっきね、ついさっき喋ってたところで、もう放送で別に言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、実際に僕は2曲だと思ってるんです。今、ほいでそこの岐路に立ってるのは、僕も同じ考えです。はいはいはい、2曲化しているんだよね、おそらくと思ってて、全くその着物っていうのが、まあ、日常とかとはかけ離れたところに行ってしまうのか、それとももうちょっとこう幅広く広まっているかっていうところまで僕は思いますね。そうですね。まあ、もっとストレートに言うと、うん、言っちゃってください。そうですね。いや、もう、うん、あの、うん、ちょっと引っ張ったんですけど。いや、そうか。そうですね。もう引っ張られた。僕本当に今のような状況で50年100年先、まあ、今のような状況が続いてるってことはもう絶対ありえないと思っていて。うん、もう本当にほとんど着られないっていうか、全くに近いほどほとんど着られなくなってるっていうか、まあもうなくなってしまっているような現実か、逆に今よりももっともっと取り込められてて、こう一般的に、それはおそらく日本の国内だけじゃなくて世界にも、そう、世界的に、まあ、人類が100年後もこの地球に暮らす環境にこの地球があってですね、うん、この地球上で生活をしていたらっていう前提がありますけど、なんかこう、まあ、シャツやズボンを全世界中の人が、着てるみたいに、日常のワードローブのこう洋服のアイテムを一つして着るような感じで、着物が、はい、日本のこの、いわゆる、まあ、着物っていうか長着がですね、長着がそういうこう、アイテムに消化できてるかどうかっていうか、そこに行けてるかどうかっていう、でそこに行った上でこうそういうふうにこう夢を、何でしょう、こうそのもう日常的にこうその日常的にこう用いられるそういうファッションアイテムになっているかどうかっていう、そういうことですね。それはまあ先ほど言ったみたいに今ちょうどその辺の岐路に立ってる時期に来てるんじゃないかっていうことも言ってらっしゃいましたね。ちょうど今この辺の時期というか、そうですね、もしその後者であるとすればというか、はい、僕はその後者を願っているし、うん、その後者の可能性にチャレンジしていきたいわけですけど、はいはい、今まさにそういう、そこの岐路に立って、うん、まあその可能性の入り口に立っているんじゃないかなっていうのを考えていて、いやもう僕なんかも非常にそれを毎日のようにね、いろんな、まあ、テレビジョンやればやるほどすっごくいろんなゲストが来てくれたじゃないですか。で皆さんに今までは着物屋の勝手な意見として、例えば大島紬なくなっちゃいますよとか、このままでは本当にですよと、現場見ていただこうですよって、ただ単に小売店の売りたいがために聞こえてきたこともあると思うんですよ本当に。でも今実際いろんなゲストさんが来て、博多も行ったりとか、まあ、彼も見に行きましたけど、いろんな現場を見ていくと本当にね、現場はもういっぱいいっぱいなんですよ、うん、でも皆さん今真面目にやってらっしゃる方いっぱいいて、その全員が全員ね、着物のことを何も考えんで売るだけのことを売ってやがってっていう人もいるけど、まあそれも意外見えないんですけども、ただ今はまだいるし、今僕らみたいなバカみたいな考えてる人もなんか いるし、こういう時になんかできないかなとすごく思うんですよ、うん、で規模感関係なくこうやって喋らせていただけるっていうのは非常に嬉しいことですし、うん、こんなのがこの今ね52人の方が見ていらっしゃるんですけど、こう聞いていただける方がいるっていうことは非常に今しかないなと、今やらないともう伝わらない前に終わってしまうと、うん、本当終わってしまうんですよね、うん、この伝わる前に、うん、だからこの時代だから SNS とかインターネット放送とかこういうのができてきてくれて、逆に言うと着物はチャンスを迎えてるなと僕思うんですよ、うん、だってこんだけ素晴らしい伝統と文化で、今言った昔から昔に戻れば小袖とか
そういうものがまだ今は残っているから、そういう文献もちゃんと、これをもう50年先にあんなこともあったねって終わらせないように、あこういう普通に気合い楽じゃんみたいなのとかになってくれると、僕らあの別に自分たちが食う食わない別にして、まあ、銀本の文化がねもうちょっと良くなってくるんじゃないかなと、勝手な意見ですけど思いますけどもね、皆さんいい話だと。なんか美しい話になっちゃいましたけど、ただやっぱ現実はなかなか構想、美しくはなくて、やっぱりそのね、柴川さんおっしゃったけど、やっぱりこうその今、まあ、我々もそうですよ、京都でね、まあ日奈だって今やっぱいろんなこう意味でこう苦労してますし、まあなんかねこう なかなか真面目に一生懸命やったからこう報われるっていうところでもない時代じゃないですか。もうこれは和装だけじゃなくて、もうあらゆる業種がそうだと思うんですけど、それでね、僕がね今真面目にって言って、なんで真面目をやってたものがバカを見るっていうのが、まあ要は日本人のその昔からのあの非機嫌というかいうのがあって、それはないと思うんですね。やっぱり真面目だけじゃダメだと思うんですよ。真面目にやってるのは当たり前のことで、それを発信するものっていうのがないとダメだと僕は思うんですよ。自分からやっぱ職人さんでも言っては言うは言っても、要は誰にも伝わってなかったらダメなわけだけで、こういうものを利用したりとか、まあ、SNS 利用したりとかっていうのは必要になってくるんで、そうですね。やっぱりこう今の時代のすごい素晴らしいなと思うのは、こう今までって情報ってこう受信する一方だったんですけど、まあインターネットができてきて、あの SNS っていうのが発達してきて、どんどん発信もできますよね。そうですね。で今度はだから今まで受信するばかりだった人たちが発信できるようになって、で今まさにそうですけど、その発信に対して今度またそのリアクションがありますよね。リアルでね、しかもね。そうなんですよ。だそこが大事で、発信したことに対してまたリアクションが生まれて、だ今度はそれを受けて、今度じゃあまたそれをどう変えていくか、していくかっていう、行動でしていくかっていうところですね。そのインフラとしてそれができるようになったっていうことは、こうすごく確かに、ね、なんて言いますかね、こう素晴らしいこと で、 そうですね。でも、結局発信しっぱなしに終わって、帰ってきたリアクションに耳を傾けなかったり、まあ、それを見るだけで終わったり、バカにしたりとかねしてたら、もうそこから何も生まれないし、そうですね。まあなのでこうそういうことがこうどん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 できるようになってきているし、でね、柴川さんの東屋さんの素晴らしいなと思うのは、まあこういうテレビジョンっていう、こうこうネット上のこういうユーストリームでまさにそういう場を設けてらっしゃるし、今度は11月のね、3日4日に日本のカーニバル、まさにあのイベントもそういうリアルな場だと思うんですよね。やっぱりこう僕もね、結局今ね自分が偉そうに1年間やってきたんですけど、自分の中でも確信めいてきたことが、やっぱり結局オンラインとオフラインってケリーさんが何回も言うように、こう放送している自分が東京とか行って実際に会う人とお話をした時に、もう何て言うんですかね、あたかも今までずっと友達だったかのように人と会えるとか、そういうのが今現代できるじゃないですか。今までは何回も会ってその人をなんかこう偵察しながらっていうとなかなか時間かかっちゃったのが、一気に距離が縮まる、着物がただ単に好きっていう意味だけで、これは非常に大きなことハードルが低くなったことだと思います。だから僕が着物屋だからといって あいつはまあ着物売りつけないだろうとかね、そういうなんかいろいろあるじゃないですか、頭が、そういうのがこれ今のこの着物のこの世界っていうのはかなり、ハードルが低くなってきているとは思う、その部分で言うと、ですからもう、まあ、今いろんな方がいっぱいいらっしゃいますけども、まあ、とにかく今日はもう10時半過ぎましたので、この辺に終わらないと、おそらく激アツな感じになってきましたので、よく最後はこうなったなやっぱりと思って思いますけども、またこの皆さんの意見はですね、ちょっと番外もね、ちょっとお付き合いいただいて、ね、ちょっと録画以外のどうでやろうかなと思いますので。あ、番外編は、番外編流すだけで録画。あ、だから僕いつも見てないんだ。そうそう、番外編は録画しません。実はもう激アツなんですよ、番外編の方が。そうか、そうか。
まあでもこれがテレビジョンの予算なので、ははは、ライブでやってる意味がないじゃないですか。録画以外見てもらえない。すごい最後に中島さんが、はい、中島さんって名前出したらあかんのか。ああ、いいですね。あの、いいご意見を書いてくださっていて、はい、うん、これはなかなか確かに面白いこと。そんなが広がるだけでも随分変わると思いますよと。ネットで機会が増えたとはいえ、ユーザーになりうる非ユーザーとの接点はまだまだ少ないです。そうですね、ここですよね。そうですね。うん、今はどちらかって言ったら、まあこれもさっきちょっと話しましたけど、うんうん、こうちょっとこう愛好家の人たちの集う場っていうのはすごくあって、うんうん、そこでのこう皆さんのこう、ね、ネットワークっていうか、うん、あのコミュニケーションっていうのはす、あの強いけど、すごくこう活発になってきてるんですけど、うん、その一方でこう、うん、まあ それ以外の人がなかなかこうそこに入り込めないっていうか、うん、で逆にまあ、うん、これは僕ちょっとそこの仲間入りしてないので、こんなこと言ったらあれかもしれないですけど、こう逆にこう、そういう人たちから、こうそれ以外の人を見たときに、どう、まあね、そう、うん、そのウェルカムなような、こう、形でのこう、コミュニケーションというか、そういう、うんうん、まあなんて言うんでしょうね、こう、場作りができてるかみたいなところもあると思うし、うん、まあなかなかこの辺ちょっと難しいところだと思うんですけど。いやでもね、例えば、さっき言ったみたいに、ヒデヤさんの今の自分のやれることというか、これもさっき食べてるとこ言ったんですけど、お互いがそれを自分の中で信念を持って、ある程度の信念を持ってやるっていうのは、僕はすごく素晴らしいことだと思います、うん、自分の立ち位置でね、はっきりと生きられたじゃないですか。嫌いな人もおれば好きな人もいるんだ、だから僕はこれが好きだと思ってやってるんだっていう人に安心が集まると思って、これからは、うんうん、今まで着物はどっちかというとちょっと触れてたので、うん、いわゆる僕も修行中に本当にあの自分が変だなと思った時もありました、うん、知らないことでも知ってるって言ってみたりとか、うん、まあ本当に真摯にやってなかったなと思うんですけど、うん、でもこれからの時代こんだけオープンになったから、うん、僕はこれが好きだと思うからこう思いますって。で、アズメテレビジョンもこれは一つの僕の意見ですよとあくまで僕の意見だけど、僕はこうやって試したから良いと思うっていうことは言い切っちゃいます。やっぱり、うん、言い切らないと結局、じゃあ僕プロって言っとるくせにお客さんに対して、じゃあ自分の責任を負えないじゃないかって思っちゃうから、うん、僕はこれを試してみて、木綿は縮むから水通しを自分でしますっていうのは言えばいいと。うん、だから家庭でも水通ししてもいいですよ、うん。僕がやってますから大丈夫ですって言っちゃった方が、逆にこれからいいのかなと思ってて、まあそういう人がいろいろ出てきてくだされば、偏った意見じゃなくなってくるから、いいんじゃないかなって思いますけどね。だから最後はこんな感じでいいですかね。ね、いや、こういうノリで言ってると多分終わらないので、ね、もう一部はここで締める感じで。ここではい、じゃあ、ディレクターさんも今日はありがとうございました。はい、お疲れ様です、皆さんね、またこの後に番外編がありますので、じゃあ、そろそろ、今日のところはお別れしたいと思います。あ、じゃあ、録画が残ってるうちに、11月3、4話。そうですね、着物カーニバルで。はい、名古屋着物カーニバルで、ひねやさんにも。はい。会えますよね。はい。で、僕3日だけなんですけど、あ、そう、スタッフが4日いてくれるんです。僕3日だけで。あ、じゃあ、稲田さんは3日。はい、じゃあ、3日の夜は当然。夜はいますよ。あ、はい、じゃあ、3日の夜は懇親会。はい、カラオケはカラオケは行かないですけど。大宴会、いや、ありますので、ぜひとも来てください。それでは、また。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。漫画編、掘っていきますよって。